ルイス・ソテロは、スペイン帝国セビリア生まれのフランシスコ会宣教師で、ある。サラマンカ大学で学び、1594年に、フランシスコ会に入会。ヌエバ・エスパーニャから1600年、フィリピンに渡り、マニラ近郊で、日本人キリスト教徒の指導に従事し、日本語を学ぶ。1603年、フィリピン総督の書簡を携えて来日し、徳川家康や秀忠に越見。 日本での布教に従事した。1609年には、上ズ国威は和田村田尻の浜で、座礁難破し、地元の漁民たちに助けられた全フィリピン総督、ドンどドリごとの通訳や圧戦にあたる。また、仙台藩主、伊達政宗との地遇を得東北地方にも布教を行った。1613年、布教が禁止され捕らえられるが、伊達政宗の除名単願によって許され、 慶長県を施設団の聖子として、長瀬倉常ながらと共に、ヌエヴァ・エスパーニャを経て、ヨーロッパに渡る。エスパーニャを、ローマ教皇パウルス五世に越見し、日本での戦況の援助を求めるが目的を達せず1617年、エスパーニャを立ち、ヌエヴァ・エスパーニャ経由で、フィリピンに入り、マニラで、日本に渡る機会を待って1622年、長崎に密入国したが捕らえられる。 この際も、伊達政宗の除名嘆願があったが入れられず、1624年に、大村で、フランシスコ会の宣教師2名、イエズス会とドミニコ会の宣教師、各1名と共に家計により殉教した。1867年に、ローマ教皇ピウス旧姓により、列腹された。キリスト教の布教に、大変熱心な宣教師であったが、それゆえに、聖なる偽りも多く、 彼が残したりあるいは語ったとされる資料は信憑性に疑問があるともされる。ありがとうございます。